11,200経過者は、1968年から製作されたン産専用の35トンセ貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継された。本形式と同一の専用種別である。 多岐11300型についても本項目で解説する。多岐11200型は1968年から1978年にかけて14両が川崎車両、新潟鉄工所、日本車両製造にて製作された。記号番号表記は特殊表記符号、高前置士、小滝と表記する。本形式の他に臨産を、 専用種別とする形式は、タ4200系、タム8200系、タキ1200系、タキ1250系、タキ3650系、タキ11300系、タキ17400系の7形式がある。本形式の全球であるタキ1250型は30トン席であり、最終車両は1968年7月9日の製造であった。 次の車両の製造は本形式及び多機1万1300型へと移行した。2形式とも35トン席でありそれぞれの形式の最初の車両は共に1968年8月3日に川崎車両にて製造された。複数の後継形式があることは一般的であるが同一メーカーにて同時期に開発されることは稀であった。タンク体は本形式が対抗性。 高張力構成であったのに対して、多機1万1300型は全球と同じステンレス構成であり、事業席は両形式とも22.1立方メートルであった。1979年10月より化成品、分類番号、新80が表記された。落成当時の所有者は、ラザ工業、新潟硫酸、林化学工業、酸化学の4社であった。 その後、新潟流酸所有者4両は1970年8月19日に参化学へ名義変更した。ラサ工業所有者2両は1975年12月1日に東北肥料へ名義変更した。1983年4月に参化学と東北肥料が合併してコープケミカルとなった。これにより滝1200型はコープケミカル10両、 林化学工業4両の2社に絞られた。多機5750系の設計を流用した、ため量形式の外観は酷似している。木瀬なしドーム付きタンク車であり、二役方式は上入れ、上出し式である。図色は黒であり、全長は1 8 0 0トル、全幅は2 4 2 0ト、mm、ル。 全高は 3597mm、台車中心間距離は 7000mm、自上は14.5トン、換算量数は、赤車5.0、空車1.4、最高運転速度は、時速 75km、台車は12トン車軸を使用した TR41C、TR225 である。最後まで在籍した産業が百九十七年度に、廃車、 同時に、形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。多機1万1300系、多機1万130011995年6月3日、ハンダ不当駅多機1万1300型は、臨産専用の35トン石炭区車として1968年8月3日に、川崎車両にて1両、同年8月31日、 記号番号表記は特殊表記符号公前知し、小滝と表記する。1979年10月より化成品分類番号新80が表記された。所有者は日本科学工業の1社のみでありその常備駅は福島県の郡山駅であった。2社の製造メーカーは異なるためその両社の外観は大きく異なる。ドームの工程。 補強管の有無が大きな識別点であった。二役方式はマンホールからの上入れ、空気圧を使用した駅で管からの上出し式である。図色はステンレス工事色であり、全長は1800ミ、mm、リメートル、全幅は2420ミ、mm、リメートル、全高は3647ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は7000ミ、mm、リメートル、地上は14.0トン、換算量数は、 赤車5.0、空車1.4、台車は12トン車事故を使用した TR-41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には二両前車の車席が JR 貨物に継承されたが、1997年2月の廃車と同時に形式消滅となった。国鉄滝1300経過車に関するカテゴリー。ありがとうございます。